どうも、ドアザルです。はい、ということで、本日はですね、ちょっとこのご時世ね、皆さん外に出れないじゃないですか。私もね、ずっと家にいるんですけれども、家にいて一番困るのはね、やっぱ髪の毛ですよ。ね、髪がずっと切れなくて、私もう髪伸び放題でね、すごい伸びるの嫌いなんで、もうちょっとストレス溜まっていたんですけど、今日ね、家で、嫁ちゃんに切ってもらったんですよ。私の妻に。ちょ、髪切ってやっつって。で、髪切ってくれたはいいんですけれども、なんとも、この、前髪もパツーンってなっちゃって、一番はね、この横、ほら、横が完全にほら、もみあげがゼロになっちゃったの。もうちょ、横向けないわ、もう私、今後こうやって、常にこのスタイルでね、実況やっていきたいと思うんですけれども、髪がね、だいぶね、切られてしまいました。案外ね、案外いい。いきなり、髪切るじゃないですか。僕、メガネ外して、で、鏡とかないから、美容室みたいに。もう普通にこうやって、じゃあお願いっつって。で、切ってて、ずっとね、笑い出すのよ、嫁ちゃんが。ずっと笑ってて、で、爆笑し始めて。で、怖いじゃん。一番怖くない？美容室と、あと手術中、お医者さんが手術中爆笑し始めたら怖いでしょ。美容室も同じぐらい怖いからね。いきなり爆笑し始めて、笑いが止まらなくなって、何みたいな。で、写真撮ってなんかツイッターあげようとか言って、ツイッターにあげられてですね、かなりこう、キノコヘアにね、されてしまったんですけど、ここのね、ここが大事。ここがないと、本当にもうキノコヘアになっちゃうんで、ここをちゃんと分け目をね、しっかり作りながら、今日からこのスタイルで、お送りしていきたいなと思います。横向いちゃうとやっぱね、ない、何もない。髪を切りましたという報告動画と、どずつ、トロ上げしていこうかな。いやー、やっぱね、髪伸びると、私伸びてくるとね、髪の毛がくるん、くるん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 ってなって、すげえあれなんですよね。癖っ気になっちゃうんですよ。だから短くなったのはすげえ気持ちはいいんだけど、すげえなんかビートルズみたいな、ツイッターに上げたらみんながビートルズっつって、すげえみんなからかってくるから、慣れるまでの辛抱だな。でも意外とね、僕、今まで、30年生きてきてね、そう、髪を切ったのに失敗したことは、過去何度もあるけど、なんか、慣れたら、こっちのもんよね。うん。意外と、慣れれば、なんとかなるっていうのが、髪の毛なのよ。うわぁ。これは、うわぁ、ヒールスピリット最悪。ここはどうしようかな。一回受けて、相手似てるな、デッキが。似てて。いやー、ちょっと待って、勝ちたいよ。ちょっと待って、相手タワーレベル11じゃん。嘘でしょ。うわーお、やめて。それタワーレベル11のユニット、俺より高くね？さあ、こっから行こう。いやー、結構行かれてんな。結構行かれておりますね。負けたくないよ。これは負けたくない。頼むよ、そこ行けよ。ちょっと待って、4発いる？縦線強くね、硬くね、あいつ。そっか、相手が、メガナイト、マジカチャ、ボンバーもいるでしょ。マジアチャ、ボンバー、重ねてくれたらポイズン。ポイズン美味しそうだな、ウト。このメガナイトはでも、いいですね。メガナイト咲いてくれたんで、左ホグライダー飛ばせると。一発、二発、五発ぐらい入れる、五発、三発ね。いや、悪くないです。ホグライダーにやっぱ目が当てられちゃうときついね。ここは飛ばないように。飛べない目がないとはただの豚。オッケー。さあ、右にまたコスト使ってくれるんで、一番大事なのは左落とすこと。右にコストを使ってもらえるように、目がないと出しいの、いいよ。で、ここで、右に目がないと使わない。やばい。これ多分左、ホグライダーに、オッケー。メガナイト来るから、それを予想してのヒールスピリット、回復して、いい！ただ、ちょっと待ってよ、危険やな。まだ危険。縦線が右上ある。こっちはしっかり左で処理して、
いやだだって縦線無視したら痛い目に遭うってさっき分かったからな。無視しない。オグライダー多分メガナイトかなんかで抑えられるんで、そこはわー一発も入れれんか。いいよ悪くない。ペースはこっち。おおウィザード、お前おったんかい悪い、おったんかい悪い選手権。間に合わない、完全に間に合わない。いや大丈夫大丈夫大丈夫、落ち着けと。そんなに慌てる時間じゃない。いや慌てた方がいい時間帯になってきた。ただこのポイズンで、いやいいポイズン、このマジックアーチャーが後ろから足されることが完璧に予想されていた。さあ悪くない。相手は攻め手がないからね、言うて、うん、こっちの方が攻め手豊富だから、じらしていこう。縦線来る、縦線来て、いいんだいいんだいいんだ、このプリンスはいけねえよ。ドシーンやって、弱い。ただこれヒールスピリットの餌食じゃない。さあいい、これメガナイトが来るおそらく。ただ相手はおっしゃい、ありがとうございます、あざす。悪くないですね。うん、新しい髪型になっても、うん、ドズ2はしっかり勝っていくということが証明された。なんか恥ずかしいな、なんかここがないとスースーするな。もみあげって人間の大事な部分を守ってたんだな。もみあげがないことによって私の自信がちょっとなんか恥ずかしくなってきた。もみあげは実はこう亡くなったことによって大切なものって分かると思うんだ。亡くなって初めて分かる尊さ、大切さ、それを俺のもみあげは教えてくれた。さあ相手初手からホグライダーが無視してきましたね。メガナイト、ウィザード、ちょっと重量級っぽいな。まあいいや、ガンガンいこう。いやこのアーチャープラスメガナイトもね、受けづらいからね相手からしたら。いや素晴らしい素晴らしい。さあこのあーはあんまり意味なかったけど、うわー来た、やっぱ重量級っぽいと思ったんだわ。ここはゴーレムにはもうこのカンタープリンスでいいんで、あーメガナイト早く足したい。これはもうちょっと無理しない無理しない、メガナイト足したいっていう私のエゴで負けてしまうことはあるから。よし、あそこはエゴを出しちゃダメ。相手、うん、ゴーレムか、もうゴリゴリやな。これキングターンまで行かれる可能性あるからな。左側多分守りきれないと思った方がいいだろう。格上のゴレジャイロイジャイ、これ守りきれると思うなよと。メガナイト出したいけど、まずホグライダー飛ばしつつ左ゴレ出させないようにして、うわ出してくるこれ、うーんさすがに出さない。 OK、 いやいいいい完璧完璧。これで相手が右に左にゴーレムどっちに出してきても楽ちんに処理できるよと。そしてここで相手ゴレを展開したいであろう、私も保護を展開する。いやーちょっと待って、あいつが強い、あいつガーゴイルが強すぎる、異常な強さガーゴイル。ただ右も左もよし完璧、あとはキングさえおられなければ私の勝ち。これは勝ったっしょさすがに。やっぱねこのハンターがいいね、ハンター対空にも攻撃できるし、やっぱゴレとかに対してめっぽう強い。さあ最後はダブルメガナイト定食で一気にいって GGGGW プレイド、あざっす。
あんまやるとしつこいって言われるわ。というところで、じゃあ本日のね、動画こんな感じで終わりたいと思うんですけれども、またね、ドズ2の、動画もお送りしていきたいと思いますし、またですね、ドズルの方のアカウントもトラゲー頑張っていきたいなと思っておりますので、ぜひですね、今後とも、クラロン動画、あとマイクロン動画もね、毎日2、3本上がっているんで、そちらもチェックよろしくお願いいたします。まあ、自粛中でね、結構家の中でみんな暇で、あれすると思うけど、イライラ溜まると思うけど、楽しんで、生活していきましょう。運動、睡眠、適度のね、人とのコミュニケーションと、いろいろやっていきましょう。はい、というところで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。